巻紙は、紙巻きタバコの製造に使用される特殊紙で、タバコ葉を巻くのに用いられる。市販のメーカー製紙巻きタバコの製造に使われるほか、自分で好みの調合をしたタバコ葉を巻いて自作する、アイエンカ向けに販売されていることもある。自作用のものは、タバコの長さに合わせて切ったシートとして販売されており、ボール紙製の包みに収められているものが多い。 シガレットペーパーとも呼ばれる。フィルター付き紙巻きタバコの構造フィルター模造コルク紙巻き紙タバコカプセルインク、のり巻き紙の広告ポスター。1898年、フランス最初の紙巻きタバコは、1789年に、ミシェル・アバディがパリで製造したものである。その後、19世紀後半から広く普及するようになり、より高価な葉巻きやシュガリロにとって変わっていった。 様々なブランドの巻き紙巻き紙は甘、アサ,サイザルアサ・ワラ、エスパルトなどの薄くて軽い非木質植物繊維から作られる。長いロールや長方形のシートの形で売られ、一方の長辺に沿って巻き止めるための接着剤が塗られている。接着剤は透明のものもあれば着色されたものもあり、風味付けされていることもある。フィラーが多く含まれており、 壺量は10から2 8ム平方メートルほどである。巻紙は吸い個体を調整するために多孔質になっているほか燃焼速度をタバコ用と揃えるための添加剤が加えられている。通気性は巻紙の重要な特性の一つであり、吸い込んだ時の煙と空気の割合に大きく影響する。例えば、通気性が高いと空気の割合が多くなり、煙が薄められて、 い口が軽くなる。フィラーのうち、炭酸カルシウムは通気性と髪色に影響し、炭酸マグネシウムは灰の色を良くする効果がある。特に灰を白くしたい場合には酸化チタンが用いられる。主石酸カリウムカリウムや、クエン酸ナトリウム及びクエン酸カリウムは燃焼調整剤であり、量を増やすと巻き髪がより早く燃えるようになる。 巻き止めるための接着剤には水に溶いたポリビニルアルコールが用いられる。通気性は単位時間の間に規定の面積の巻き紙を透過する空気の量として定義され、コースた単位で測定される。アメリカ合衆国で市販されている紙巻きタバコの巻き紙の通気性は14から51コースた単位の範囲である。放置タバコによる火災のリスクを下げる目的で、 開発された防火性タバコの巻き紙には、エチレンサンビニルなどのプラスチックが加えられており、着火した後吸わずに放置していると、プラスチックの作用で自然に消えるようになっている。2008年、タバコ雑誌、タバカニストマガジンは、手巻きタバコは、タバコ業界で最も急成長しているセグメントであるとした。同志の推定では、アメリカ合衆国の喫煙者の2から4%、 または、約260万人が、手巻きタバコを吸っているという。その多くは、メーカー製タバコに対する増税への対策として、手巻きタバコに切り替えた人たちであるとみられる。2000年のカナダ政府の調査によれば、カナダの喫煙者600万人のうち9%が、時々、または、ほとんど7、7%が、常に、手巻きタバコを吸っていた。 より最近の2009年の調査では、約92万5000人がタバコを手巻きしていることが示された。イギリスの週刊誌ザ・パブリカンによれば、喫煙者がより安い代替品を求めたため、2007年に低価格の手巻きタバコは175%という驚異的な増加率を示した。国民保険サービスの報告によると、1990年以降、 手巻きタバコの消費量は11%から24%に倍増している。手巻きタバコの愛用者が手巻きタバコはメーカー製タバコよりも害が少ないと考えていることによると見られる1990年代初頭から現在までタバコの価格は急速に上昇している。タイでは手巻きタバコがメーカー製タバコを圧倒している。ニュージーランド保健省は2005年に 少なくとも過去10年の間におそらくはその価格差のためにメーカー製タバコに対する手巻きタバコの割合が増加し現在では50%に近づいていると報告している喫煙者が効率のタバコ税が課せられているメーカー製タバコを忌避して手巻きタバコに切り替え始めたことから税務当局の中には対策を講じるところも現れたアメリカ合衆国では インディアナ州とケンタッキー州が巻紙に課税するようになり、特にケンタッキー州ではメーカーからの抗議にもかかわらず2006年に32枚、り1パックあたり25セントを課税した。このほか、ルイジアナ州では州法47-338.261を改正し、1パックあたり最大1.25ドルの課税を認めるようになった。2011年に アメリカ食品医薬品局はアメリカ合衆国で販売されているすべてのブランドに対して巻き紙の原材料を提示して承認を受けるかさもなければ同年3月に市場から撤退すべきであると発表した。スペインのタバコ用品ブランドがコスト削減のために巻き紙に違法な発汗性物質を使用したとして提訴されたが有罪とはされなかった。ありがとうございます。